怖いものか。いや、リーコン、アディが掘ったんだ。綺麗でしょ。ありがとう。マイクが部屋に飾ってたセコイアの木を使ったんだ。いつか落ち着いたらこれで何か作るんだって言ってた。クリベッジのボードとか。あ、なんだって。アイアンマイクがクリベッジやらなかったよな。まあね。でもいつかそういうのができる日が来る、そう信じてたってことだよ。で、なんて書いてあるんだ。さあ、言われた通りに掘っただけ。これはヒンドゥー教の言葉、母さんから教わった。意味は、川は自身の水を飲まない、木は自身の実を食べない、雲は自身の雨を飲まない、偉大なものが持つものはいつでも他人のためにある。どう思う？ああ、リッキーからもらった言葉、喜んだと思う。ああ、マイクが今のを聞いてたらきっと意味がさっぱりだとか言ってたろうな。ほら、行くぞ。ああ、きっとそうだね。絶対どういう意味だって聞いてた。その後は何突っ立ってるんだ。仕事しろ。世界は勝手に救われないぞ、うん、だな。それもだね。じゃ、仕事に戻ろう。ね、私たちが暖炉の前でイチャついてるのを初めてアイアンマイクに見られた話したっけ。その話ね。私たち絡み合ってて。そんなもんじゃない。もう真っ最中でさ。マーリー、おい、しかも初めてだった。そこにアイアンマイクが来てさ。聞きたくないぞ。もういい。そうやってニヤニヤ笑って。笑ってない。リーコ、変態だ。どうしてくれよ。よく来たね。ブレア、調子はどうだ。いいじゃない。リーコ、気をつけて。よく来たな。キャンプ暮らしはどうだ。いつでも来な。よう、リッキー、どうした。ミッチェルたちが用事で北西に向かったんだけど、ドリフター連中に襲われてさ。そいつらはメラクワ湖の北にキャンプを張ってる。そいつらミッチェルたちが片付けたんじゃないのか。ドリフターじゃないんだよ。ミッチェルはまだ子供だし、銃だって使えるか怪しいよ。じゃあそいつらはなんで外にいたんだよ。とにかくこの仕事を頼めない？ロストレイクのためにも。ああ、分かった。俺がやってやる。ありがとう、ディーコン。よう、ディーコン。Thank you.
リッキー、ベラクア湖に来たが、例のドリフターどものキャンプがあったぞ。一人で平気？まあ、当たり前だろ、じゃあな。よし、綺麗に片付けてやる。あいつはうちだ！領土内にキャンプを張るとは、何やってんだか。人を吸っても死ぬまで。こいつ！離せ！あいつをやってやんな！さて、リッキーに報告しないとな。リッキー、終わった。メラクワ湖のドリフターキャンプは片付けた。ありがとう、ウーザーに伝えとく。もう外で遊んでも大丈夫だってミッチェルに言ってくれ。ミッチェルはまだ子供だよ。ああ、大人になるまで生きていたいなら銃の使い方くらい覚えないな。ああ、そうだ。練習させておく。ありがとね。リッキーから聞いたが、キャンプをやったんだ。メラクワ湖のやつか。ああ、そうだ。モリアリーさんにいた頃、俺が愚痴ってたのを覚えてる。コープランドのキャンプが引き寄せる野党ども。ああ、覚えてる。だが、ロストレイクに電力が戻って、あの頃の100倍はひでえ気がさ。ああ、ああ、そうだな。あの頃が懐かしくなる。それはどうかな。またな、ブーザー。よう、なんか用か。慎重に扱え。自分の目を打ち抜くな。セントジョン、聞こえるか。オブライアン、どうしてこのチャンネルに。僕たちのチャンネルに応答しなかったから。民兵に捕まった時に無線をなくしてな。君の奥さんは無事か？ああ、なんとかな。よかった。その、話しておきたいことがある。なんだよ。会えないか？お断りだな。たどり着けてよかった。大事な話だ。たく。北カスケード山脈に先人たちの墓地がある。ああ、そこならわかる。そこで会おう。頼む。ディーコン、来てくれたんだな。どうした、ウィーバー。それが、仲間が人質に取られた。まあ、一人だが、メリンダ・フォスター、領土の東側にある97号線沿いを警備してたんだが、襲撃を受けた。仲間は二人生還したが、フォスターは捕まった。
メリンダ・フォスター、前は軍曹だったか？ああ、そうだな。今はそういうのを捨ててただの仲間だ。彼女が確認された場所を記した。無事に連れ戻してくれ。分かった。やってみる。民兵のバイクか。そう見える。フォスターのだな。おいウィーバー、キャンプはもぬけの殻だ。フォスターはそこにいるはずだ。周りを探してみる。全部か。そうらしいな。いつも通り楽勝だ。うまくいった。殺すぞ。
いや、軍曹、気分はどうだ？まったく、ごちょう、ありがとう。ああ、気分は最高だよ。送っていこうか。外に民兵のバイクはあった？バラされてるかもしれないけど。いや、まだあった。そう、よかった。セントジョーンだけ。ありがとう。私は一人で大丈夫。約束する。
ディーコンだ。見つけたぞ。今そっちに向かってる。ありがとうな、ディーコン。また後で様子を確認する。じゃあな。ねえディーコン、後で寄れる？リッキー、ああ、仕事があるんだろう。ああ、わかった。後で行く。またな。しかし、いじってみるか。ウィーバー、フォスターの調子は？フォスターなら問題ない。ありがとうな。ああ、何かあればまた知らせてくれ。じゃあな。
オッケー。うん、分かったわ。いいじゃない。そう、また来てよね。大学生だよ。よく来たな。キャンプ暮らしはどうだ。新しいもの入れとくよ。リーコン、お願い助けて。なんだリッキー、どうした。さっきジェレミーから無線が入ってさ。ジェレミー。そう、
数日前にキタコがいるでしょ。ほら、仲間がトゥマルで全滅したっていう。キャンプの仕事を与えたんだけど、なんか反抗期みたいでさ。ああ、思い出した。無線ってことは、あいつ外にいるのか？一人前だって証明したくて、一人で調達に行ったの。でも北西の農場あたりでガス欠になって、場所は地図に記しといた。探してやってよ。ああ、そいつが死んじまう前に、だな。探してみる。かなり溜まってるな。お前は冷酷だから遅くなるぞ。逃げたんだよ。あら、リーコン。よし、きっとこれだな。ガス欠になって作業台のガソリン缶を取った。どこに向かったんだ、ジェレミー。くそ。リッキー、ジェレミーのバイクがあった。ジェレミーは？いない。シャーマンズキャンプに向かったみたいだ。え、嘘でしょ？ガソリンスタンドの自販機からチョコでもくすねようとしてるんだろ。大丈夫さ。よし、ガソリンスタンドだ。どこにいる？これで終わりか。いいな。なんか見えた。そうや。
この中にいます。分かった、待ってろ。今行く。ディーコンさん、ああ、よかった。助かりました。デーコンだけでいい。奴らが言ってたんです。僕を切り裂いてフリーカーの餌にするって。ひでえな。バイクにガソリンを入れて一人でキャンプに戻れそうかな。ディーコンさん。それやめろって。はい、ディーコンでいい。わかりました。ディーコンさん。
売れば金になる。